佐賀空港への自衛隊輸送機オスプレイ配備計画をめぐり、予定地の地権者らで作る管理運営協議会が今日、防衛省への用地売却を決めました。オスプレイの配備計画は佐賀空港に隣接する干拓地33ヘクタールが予定地で、協議会では駐屯地予定地の売却には漁業者など地権者254人のうち3分の2の賛成が必要としていました。今日午前開かれた臨時総会で賛成が3分の2を超えたことから、売却の方針が決まったものです。賛成ということでですね、本省にちょっと報告して本省とちょっと一緒になっていきたいと思います。佐賀空港へのオスプレイ配備計画は、南西諸島の防衛力を高めようと防衛省が9年前に佐賀県へ正式に要請し、2018年に山口知事が受け入れを表明していました。